皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、40代女性がこれから教室開業する上で必ず知っててほしい3つのことということについてお伝えしていきたいと思います。40代っていうのはですね、人生をいろいろ考える上での一つの分岐点になる年齢になってきてるんですけれども、この年齢になった時に、例えばそれが OL からなのか、転身で開業したいのか、いわゆる専業主婦でやっていた方が開業したいのかっていうことによって、ハードル難易度が違ってくるんですけれども、取り急ぎですね、そういった方たち、どちらの方にとってもですね、知っててほしい、3つのことっていうのがあるので、これは私自身が経験していることももちろん含めてますし、実際にクライアントさんの開業相談に乗っている時に、やはりこれは知っててほしいよねっていうことで、お伝えしたいなというふうに思ってますので、それを今日はね、テーマでお話をしていきたいと思います。はい、それではですね、早速本題に入るんですが、40代女性がこれから教室開業する上で、知っててほしい3つのことということで、結論から言いますとですね、まず1つ目がお客様のことですね。で、2つ目がお金で、3つ目が環境、このテーマでお話をしていきたいというふうに思います。まず1つ目、お客様っていうことなんですけれども、基本的にはですね、ゼロからやる、要は特に会社員だった方でも、もしかしたら専業主婦の方の方が近所の人を集めるには有利なのかもしれないですけれども、ゼロベースだったとします。そうすると、ホームページを立ち上げなくちゃとか、ブログを書かなくちゃとか、そういう準備はあるにしてもですね、一番最初にどうしても知ってていただきたいのが、お客様がいないと教室運営が成り立たないということなんですね。もちろんそれ当然って思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、これ分かってない方案外多いんですよ。お客様がいないとっていうことは、要は自分がこれから提供しようとするサービスが、世の中の引いた目で見た時ですよ、自分はものすごい熱い思いがあって、これは絶対困ってる人がいる、教えたらみんな喜ぶに違いないと思って起業するかもしれないですけれども、世の中的にそれを欲しがる人がいるのかっていうことをリサーチする必要があって、これをやらないで、よく教室開業されてる方が多いんですよ。はい、だから、お客様がいないと成り立たないということは、まず一番最初に自分の未来の生徒さんになる方がどういう方で、その方たちはどこに多く生息しているのか、インターネット上から探していくにしてもですよ、その年齢とか趣味嗜好によって例えば見る媒体とかが違うと、その見てくれる媒体に自分が露出していかないといけないわけですよね。だから何が一番最初必要って、提供したいサービスはもちろんあるんですよ、ざっくりと。で、お客様を探す、リサーチをします。で、そのお客様を探した内容と自分のサービスが本当に売れそうかっていう合致させる、円がこう重なると、こう真ん中色っぽくなるじゃないですか。重なりをどれだけ増やせる状態に、自分のサービスをこちらに寄せていけるかっていうのが、結構その後集客が楽になるかとか、申し込みがたくさん入るかのすごく大きなポイントになるので、これをやらずして、例えばホームページ作っちゃうとか、私パン教室だったんですけども、健康でね、優しい、子どもも楽しみ、一緒に楽しめる親子パン教室とかっていうのを仮にやっちゃったとしても、それが本当に今の時代のニーズに合ってるのか、今適当に言ってますからね、合ってる合ってないか分かんないですけど、親子パン教室っていうことは、少子化っていうことを考えた場合には、その世界的なっていうか、日本の人口的な問題から言ってもますます減るよねっていう、まず先細りの事業を選んじゃってるよねっていう世界がありますよね。どちらかっていうと、今この私がね、お話をしているこの時点ではシニアの方が多いんですよ。しかも元気なシニア、団塊の世代を得て、お金も結構貯蓄を持っててとか、若々しくて行動的でアクティブでっていうシニア
がいるとしたら、自分の持ってるパンの技術は一緒だったとしても、子供に教えると、まあ将来的に今のところは少子化傾向でますます人数減っていく。ただ一人のね、子供にかけられるお金は家庭内で増えてるかもしれませんけど、趣味にお金かけるかどうかは分かりませんっていうところですよね。勉学とか教育のエデュケーションの方にお金かける可能性がありますからね。だけどシニアの人はそういう元気なシニアを得る。だったらパンの技術は子供のそちらによるよりもシニアの方がいいんじゃないかっていう、同じパンなんだけど教えたい対象を変えると価値と金額が変わってくるんですよね。っていう話とか。あとは現実的か現実的でないかは別として、ちょっとお話をしていくと、あとペット産業とかも今はまだ伸びている最中です。ということは、例えば、猫はちょっと難しいかもしれないけど、ワンちゃんですね。ワンちゃんを一緒に教室に連れてきて、ワンちゃんも食べれるパンを作り、飼い主も自分のパンが食べれる、パンがやれるパン教室とかね、そういうのももしかしたらありかもしれないです。っていう感じでですね、パン教室っていうものを立ち上げるっていうのを、大きな項目は決まってたとしても、誰にっていうのを変えた瞬間にもうサービスの内容が全部変わっていくので、このリサーチをせずしてページを作るとですね、売れないページに漏れなく出来上がる。要はそのリサーチした結果がそのページに反映されていないから。あと将来的に売れそうかとか、単価がそれなりにいただけそうな層をもともと狙ってるか狙ってないか。なのでご自身がここに向かってサービスを提供するって決めた瞬間に、実はもう売上が上がるか上がらないかっていうのを予測値大体見えちゃうんですよね。まあ、ビジネスモデルって言ってもいいかもしれないんですけど、そうすると例えばですね、開業した後に私のところにご相談に来る先生、まあ、1年から3年の方っていうのは、集客困ってますっていうのは一番多いご相談なんです。もちろんですよね。集客困ってるからどうにかしてほしいからご相談にいらっしゃる。ただしそのホームページとかを添削をすると、大抵、そういう調査もせずにそのまんま教室立ててますよね。例えば一番多いのが、まあ、〇〇協会のなんとかディプロマを取ったから、そのまんま教えられるから、教えたかったからやりましたっていう場合には、そのディプロマの背景にある誰に教えるべきディプロマなのかっていうのは協会別に教えてくれないです。汎用性が高い操作というか、スキルを教えるだけなので、それを誰に向かって加工して売っていくかっていうのは先生ご本人にお任せっていう感じなので、だからたくさん汎用性を高くしてるから、資格いっぱい発行していっぱいそういう方たちを増やすっていうことはできるんだけれども、その資格を取った人がその先の相手に、未来のお客様をどういうふうに設定して、その方たちをどうやって呼んでどう教えるかはもうその人任せっていう形になりますから、そこをしっかり考えないでオープンすると、資格を取ったからといって人は来ないっていう、まあ、そういうことになっちゃいます。ですから開業時に考えなくてはいけないのが、自分は何ができるのかっていうことはもちろん大事なんですけど、それ以上にどういうサービスだったら売れるのかっていう観点から技術の見せ方を変えていくっていうことをしないと、結果としてスタートしてから閑古鳥が鳴くという状態を作ってしまうので、この結構1番目のお客様っていうのが、まあまあなかなか、の大変です。これが1つ目です。で、2つ目、お金です。これがですね、まあその開業する時の環境によってまあ、違うんですけれども、状況がですけどね。まあ不思議な話でですね、ありすぎてもうまくいかないし、なさすぎてもうまくいかないっていう、これが真実だなって私は思ってるんですけど、ありすぎてうまくいかないのはどういうケースかっていうと、ご主人様が全額出資をしてくださって、君がやりたいように好きにやっていいよ、ね、例えば、生徒さんを招く大きなテーブル買い替えるとか、オーブン、業務用のオーブンかっこいいのに買い替えるとか、まあ、いろんな意味で資金援助とかしてくれたとしますよね。そうすると、まあ、悪くはないんですけど、起業当初、開業当初、協力もしてくれてるから。悪くはないんですけど、二つ、いまいち残念な点があるなっていうのが、まず一つ目が、その開業しようとしてる奥さん、先生がですね、自立心が育たない。お金の調達って結構大変なんですよ。
その痛みを知って、例えば自分の貯金を取り崩すとか、パートで1年間ために貯めて、頑張って貯めたお金を全部使って設備投資するとかっていう痛い思いをすると、稼ごうという原動力になるので、必死に頑張れるんですよね。必死に頑張れるっていうことは、多少辛いこと、ビジネスには全部がいいことばっかりじゃないんですよ。基本的には楽しいんですよ。楽しい楽しいでやりますよ。やるけれども、楽しさの中にも厳しさっていうのは絶対にあるんですよ。その厳しさに当たった時に、人からのお金でやってると、なんで自分こんな目に遭うんだろうっていう責任転嫁をしがちなんですよ。もう辛いしやめちゃおうかなとか。これが自分のもう血と肉を削って貯めたお金だったら引くわけにはいかないんですよ。もう前に行くしかない。もう必死に取り戻すために仕事をするしかないっていう、このね、必死さの温度感が違うので、ビジネスでやっていきたい時には、なるべく貸してくれる、貸していただくのはいいか、もらうんじゃなくて、何年までにこのお金を返しますって旦那さんに借用書書いて、でやるぐらいだったらまだいいかなっていう感じなんですけど、全額甘えると、本当にこう辛いことがあると逃げる、そのお金を稼ぐということに対する責任感が薄いので、すぐへこたれるっていう、そういったね、悪い点があるのがまず1点目です。で、2点目ですね。今度はなさすぎて辛い場合ですね。なさすぎて辛いと、ある程度お金使っていかないと前に進まないケースとかがあるんです。ゼロからでもできるんですよ。ゼロからでもできるんだけれども、じゃあ例えばですね、ウェブサイトを作ります。無料でできるのも多いです。だけれども、例えば自分の本当のね、ホームページを持とうとすると、サーバー借りたりとか、ドメインは年間契約ですけど、そういうのがあったり、あと月額でお勉強のために毎月1000円とか1500円とか、なんかそういうこう払っていくようなものがちょいちょい出てくるんですけど、そういうものをケチってしまう、出ししぶりをする、出ししぶりをしていい費用と、出ししぶっちゃいけない費用っていうのがあって、お金がない人はとにかく1円でも外に出したくないっていう感覚から、とにかくお金を節約するんですよ。だけど、お金を節約すると、その裏で何が浪費してるかっていうと、時間なんですよね。時間の浪費とお金の変換でバランスどこ取るかっていうの結構大事で、お金なさすぎる人はとにかく目の前のお金が出ていくの嫌がるんですね。そうすると、本当はここちょっと投資して勉強したりとか、あとここは毎月本当は払った方が全然早くビジネスうまくいくのにっていうところも節約しちゃうんですよ。で、このお金のかけ方の頃合いとバランスが難しくって、最低限ね、お仕事するのに使えるお金、要は、じゃあそれを頑張ってる時にはね、娯楽を減らそうとか、そういうとこで捻出するお金とかは構わないんですけど、食べるものもない、ないっていうか、明日食べるお金もないっていう時で、起業はなかなかにしんどいですね。シングルマザーの方とか、経済的にもうどうしてもっていう、後ろがないっていう方は、逆に火事場の力じゃないですけれども、思いがけない力が出て逆転現象とか起こすことはできるんですが、通常はもう少し精神的に余裕があって運営する方が教室業としては多分いいです。本人の顔に出てる出てないってご本人あんまり分かんないかもしれないですけど、お金がないっていう悲壮感は、隠しても隠しても顔からにじみ出ちゃうんで、集客をかけて生徒さんが来ている時に、本人は頑張ってるつもりなんだけど、悲壮感ってやっぱ出ちゃうんですよね。そうすると、なんかこうお客様的にはこう少し陰鬱な気持ちになっちゃうから、結局人来ないことになってしまうので、お金がなくても元気に明るくケラケラできるような気質の人は何ら問題ないですけど、大抵お金がないとこう苦しい顔に大体なっちゃう。そうすると余計お客さん来なくなっちゃうっていう負のスパイラルに入っちゃうので、お金はありすぎてもダメだし、なさすぎてもダメっていう、ちょっとね、微妙な感じなんですよね。で、これが2つ目のお金の件です。3つ目、環境ですね。これもですね、結構さっきのお話にもちょっと
ちょっと似てくるんですけど、一番皆さんの話を聞いててどうやらネックになってるのは、結婚されてる方が多いと思うので旦那さんです。大体旦那さん。はい、どういうふうに旦那さんがネックになってくるかっていうと、やっぱ資金調達をしてもらってる時が一番ネックになります。何かにつけて、いいにつけ悪いにつけ、顔を出してきます。口を出してきます。いいはいいにつけ、例えばすごく儲かったとするじゃないですかね。そうすると、そのどういう働き方をしてて、どういう内容でとか、男の人のプライドっていうのがありまして、自分より稼ぐと許せないっていうような、無意識にそういうなんか気持ちを持ってる方が結構多いんですよ。男の保険に関わるっていうか、プライドに関わるっていうか。そうするとどういうことをしてくるかっていうと、稼がせないようにストップかけてくるんですよね、無意識的に。うまくいってるのを何かしら邪魔する。だから、それはやっぱり良くないんじゃないかとか、いかにもうまくいきそうな方向性を塞いでくるんですよね。これご本人も理解してないんだけど、無意識的にやってくるので、で結局お金を出してもらっちゃってるもんだから言うことを聞かざるを得ないになって伸びない人がいます。なので、お金を出してもらってないにしても、旦那さんが事業のことにいろいろ口を挟んでくる環境、お金を何にこれ使ってるんだ、どうなんだっていうと、やっぱりビジネスを行う人として自立できないので、ずっと。なので、環境を整えるっていう意味で、旦那さんからの、まあ、妻離れっていうか、上手に旦那さんから妻離れっていう、一人の経営者として頑張れるっていう状態を作れるっていうのが一つですね。で、もう一つは家庭環境の方です。自宅教室業っていうのは、自宅を仕事場にするケースが多いので、例えば家族のね、協力、そのやってる間は入ってこない状態にするのかとかいう、その打ち合わせをしないといけないわけですよね。で、家族から不満も出ますよね。はい、日曜日とかね、なんで自宅、自分の家なのに出ていかなきゃいけないんだとかね、っていう、そういう話とか出てきちゃうんですよ。だから環境を整えるっていう意味で、家族の話し合いとか、あとはじゃあそれでね、儲けたお金で、家族旅行みんなで、じゃあ半期に一度行こうって言って全額お母さんが出すよみたいな、うまくいってる家庭とかもあります。なので、どの領域で自分がやっていけそうかっていうのを見ていくっていうのは必要なんですけど、家庭環境を整えるっていうのは案外ハードル高いです。案外ハードル高い。特に旦那さんとの関係。めちゃめちゃ協力的な方もいらっしゃいます。もう本当にすごい。もう奥さんがそういう状態ならって言って全部手伝ってくれるような、まあ、それは奥さんと旦那さんのね、もともとの、夫婦関係がいいっていう状態なので、夫婦関係が良くない状態でやってしまうと、そのお金は何でそういうふうに使うんだとか、稼いだら稼いだで文句言われるし、稼がなくても文句言われるし、それに何で使うんだっていう説明が必要になったりとか、もちろん心配っていうのもあるとは思うんですけど、そのあたり心配させないようにして自立してきちんと事業していくっていう環境を整えるっていう準備を案外怠ってる方多いですね。だから開業してからトラブル多いんです。うまくいき始めた時に頭打ちにされるとかね、旦那さんに。あとはうまくいき始めて、だんだん回してくる回数が増えると、なんで家を使うんだとかね。そっから急にスタジオとか難しいですよ、借りるっていうのが。だからある程度開業時によくコンセンサスを取って、家族の皆さんにいいと思ってもらえる、応援してもらえる状態、まあそれがみんなでね、ご飯を食べに行くことで、おごることでそうなのか、何が嬉しいのか、各家庭によって違うと思うんで考えてほしいんですけど、この点がまあどうしても知っててほしい3つのことっていうことになります。はい、ということで、本日のお話のまとめをしてみたいと思います。40代女性がこれから教室開業をする上で必ず知っててほしい3つのこと。1つ目、お客様のことをよく知っててほしい。2つ目、お金ありすぎてもなさすぎても困るので手持ちのお金の状態を知っておきましょう。3つ目、家庭環境、ここをきちんと整えておきましょう。この3つをクリアした上できっちり開業すると、その後加速がかかってうまくいきますのでね。はい、そんなイメージでやっていただければというふうに思います。それでは。